手袋、これを皆さんはもらい受け、宝物として大切に持っていたそうです。このように感受性が豊かで美しく知性を持ち備えた彼女はピカソにとってインスピレーションの源でした。ゲルニカの制作時、写真家である彼女はピカソに付きっきりになって制作プロセスを写真に収めます。そのために2人はアトリエにこもりきりだったんですけれども、そこにもう一人の愛人マリー・テレーズが訪ねてきます。立ち合わせになった2人は小競り合いを起こしました。そうしまして2人はピカソに向かう、それを人間的な本質として美的に賛美する、このような彼の無自覚者に私は怒りを覚えずにはいられません。女性にはドアマットという表現は常に虐げられている人という意味です。小説などに登場するドアマットヒロインとは不幸で虐げられている悲劇のヒロインのことです。誰かに頼ることなく一人で立つことができない人、誰かの要求や期待に応えるだけの存在、自分の考えを持たず誰かに従属する人というような意味が込められています。ピカソをもってしてもこのように女性を単純二元にカテゴライズしてしまうとは、まあ男の方の想像力は浅いなぁと感じずにはいられません。女は男たちが着飾るための装飾品であり、男たちの社交の場を明るくする花であり、男たちの部屋をきれいにする掃除機であり、男たちに衣食住を善意で提供するボランティアスタッフです。このように男が想定したカテゴリーに当てはめることのできない女は全てメンヘラ呼ばわりされ、社会的人格を認められません。私はかつて処女でした。しかしいつまでも無垢なバージンでいるわけにはいきません。女が人間であるということを知らず虹色うんちをすると思い込んでいるビューティフルドリーマーな男性たちをいつまでも感化して放置しておけば、いつまでたっても女の自由はやってきません。相談とかも乗ってくれて、うん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 、でさ、今度展示するっていう話をしたら、うん、なんかフェミニストをテーマにしたらって言われたんだけどさ、それあいいねって思って、うん、どう？あえフェミニスト？すごいね。どこから出てきたんだ？フェミニスト？いやすごいいいと思う。いいと思う。いやいいよね。うんうん。じゃあそうしよう。いいと思う。やったー。いやー、いいっすね。やっぱさ、
すごくない？うん、わかるわかる、それはわかる